じゃあお時間になりましたので始めさせていただきます。NHK から国民を守る党国政政党設立発表記者会見を行わさせていただきます。本日は お盆の中またお暑い中、大勢の記者の皆様にお集まりいただきましてありがとうございます。本日ですね、これ千葉の法務局に法人としての届け出であるとか、法務省のですね、政党助成法に基づく届け出をいたしまして、正式に NHK から国民を守る党が国政政党として設立をいたしましたので、皆様に発表させていただきたいと思います。で本部が党の本部は千葉県の船橋市本町1丁目、11-29-101 でございます。で代表者であります名前を党首と変えますが、党首といたしまして私参議院立花隆が党首を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。そして、所属する国会議員は隣におります衆議院議員丸山穂高となりますのでよろしくお願いいたします。国会議員が2名と地方議員が28名、あと隣におります後に紹介いたしますが民間人で幹事長の上杉隆の31名が在籍する政党でございます。党員は所属議員と選挙の、公認候補者のみといたしますので、一般の方は党員にはなれません。党の役職は党首の私立花隆と隣の幹事長兼
行した直接民主制を導入し、すべての議案について多数決によって決められた民意に従い議決権を行使してまいります。ただし隣におります丸山議員におきましては、 NHK から国民を守る党の公認として選挙を戦って当選したわけではございませんので、この直接民主制の多数決によって決められた民意には従わなくてよいということで事前に話をしております。であとはですね、地方議会選挙や各自治体の首長選挙にも積極的に挑戦をしてまいります。もちろん、次期衆議院選挙をですね、こちらも積極的に候補者を出して擁立してまいる予定でございます。まあ、すでに7名、丸山さんはうんと言ってないので6名かなの当選の可能性があるブロックには、立法能力というか学歴や法律を作るのが我々国会議員の仕事でございますので、法律を作るような作ることができる能力がある人物をすでに公認をいたしておりますが、それ以外の選挙というのは当選する人だけではなく、当選しない候補者もうまく使いながら選挙を戦わないとですね、勝てないということがございますので、今公認をしている6名以外にも積極的に衆議院選挙の候補者も擁立するという方向で進めてまいります。花田寛太でございますが、私の方からのご挨拶とさせていただきます。あとはご質問ある方から従事、挙手によりご質問いただければと思います。ご質問ありますか。どうぞ。あのマイクどうしようかな。どこ行った。マイクどこ、さっき用意してたの、そのまま持っててもらっていい。後ろに、あそっちは、すみません、TBS の小林と申します。今少しだけ紹介ありましたけれども、上杉さんを幹事長兼選対委員長にされた理由と、もう一度幹事長のご紹介をお願いいたします。はい、じゃあごめんなさい、僕はちょっとミスしてたというか、上杉の方から少し、ご挨拶をさせていただきます。はい、先に解散してくれて、僕が任命したいと思います。はい、幹事長に任命いたしました上杉隆と申します。で本来は立ってやるべきなんですが、立つと前とかいないでしょうということで、座ったままやりますが、で自己紹介タラタラしてもしょうがないので、幹事長として立花投手との関係に関しては、まあ立花投手の方も YouTube やですね、あるいは私のですねブログとかも含めて書いてありますので、まあ、割愛します。で、幹事長として何をすべきか、そしてなぜ受けたかということを簡単に説明をさせていただきたいと思います。これちょっと異質なんですが、純粋な民間人の幹事長としては憲政史上初だそうです。全議員とかそういう元職という、あるいは地方議員という方は過去にいらっしゃったそうですが、そのためリーガルチェックや、あるいはですね、私の会社を経営しておりますが、その会社との兼ね合い、株式会社なんで、そういうものの、チェックのため少し、承諾をいただくまでにお時間をいただきました。結論から言うと、政党純法人あるいは法人とみなした場合、弊社との、実は法人の都法人の契約の中での、今回幹事長の就任という形になります。まあ、それを受けてですね、いろんなことが、さまざまなことができるんではないかということで、お受けしました。主に私自身が現在考えているのは5つです。この5つというのは、まあ、当初にも言ってませんので今初めてなんで、もし修正があったら言ってください。これは、ね、オープンなのでね、はい。1つは、これは本当は1番目ではなかったんですが、1番目にすべきかという声がたくさんありました。当初幹事長を引き受けるにあたって、まあ、今回は相談しませんでした。過去2回選挙出ているときは多くの方に相談をしましたが、今回はするとですね、まあ、大体反対されるだろうと思ったので、案の定、この幹事長就任が新聞報道でされたときには反対やご心配の声をたくさんいただきました。ただ その声の中で一番大きい声というのが、実は国政政党になったので、あの NHK から国民を守ると教育をしたらどうだと、立派な、まあ、これ教育というとおこがましいんですが、私自身25年以上の
この秘書経験というか永田町経験があります。もともとは鳩山邦夫さんの秘書から駆け出しでちょうど25年前94年から始めて今25年なんですが、少なくとも皆さんよりは少しは知識あるいは人脈あるかなと、このように考えて、まあ、それを生かすためにはこの国会特に永田町での作法というか、まあ、そのお行儀について少し私の方から僭越ながら国の地方議員や党員それから事務所のいろんなスタッフも含めて小さい経験ですがアドバイスができればということで、つまり政治教育国政政党にふさわしいちょっと教育をさせていただきながら、より良い健全な党員皆さんから十分納得できるような党に成長させていく、これが一つ私の使命かなと思っています。で、二つ目がこれが一番重要ですが、幹事長ですので党勢拡大、二つの方法があります。一つは他党やあるいは国体などの方法論を使いながら、あるいはこれまで培ってきた人脈などを使って、まあ、党首立花隆というこの人物が実はこれまでの印象と違って、どれだけ政治家としてふさわしいかということを説明して、そして、まあ、実際会ってもらって共に場合によっては一緒に歩む、こういうような方向性を導く役割を果たしたいと、こういうふうに思っております。もう一つ関連するんですが、同じように党勢拡大の中でこれ3つ目に当たりますが、もう一つは新人発掘、つまり先ほど党首からお話があったように公認権を使いながら全部11ブロックこの NHK から国民を守る党にふさわしい国会議員、国権の最高機関である立法府の人物にふさわしい人を探したいと、こういうふうに思っております。北海道から沖縄まで、まあ、できる限り多く回ってですね、党首がお忙しいので、まあ、その分私自身が新人やあるいは現職元職前職の方も含めて、立法府の一員としてふさわしい方を探していきたいと、こういうふうに思っております。そして4つ目になります。この4つ目というのが、4つ目が、マスコミ対応といってもこれはちょっと、なかなかやることが難しいので、基本的にはこの立花隆投手のもうある意味天才的なこのメディア対策というか、まあ、存在自体が今やスピンという形になっております。まあ、そういう意味では、その補助というか、まあ、一般的なこの国会での、党事務的なもののマスコミ対応を私の方で窓口としてさせていただければなと。具体的にはちょっとこれから決めることではありますが、定例会見、や、あるいはですね、まあ、懇談というのは私は記者クラブご存じように記者クラブ制度を、まあ、否定的な立ち位置にあったので懇談というのはやるべきではないというふうには思いながらも、まあ、現実対応として、皆さんのお仕事を助けるためにも、懇談というのも、時間があればやっていきたいと。まあ、これは党首もそうですが丸山議員の方も一緒に、いろんな形で、正しい情報を発信し、そして、国民の皆さんに理解させていただくということで、ぜひとも、皆様の方にも、お力を借りたいと、まあ、こういうふうに思っております。4番目がマスコミ対応、そして5番目が、これが、まあ、本来の仕事の中核にあるんですが、党運営、ということです。これは、まあ、事務所と党の、まあ、接着剤、あるいは他党やその国体的な、先ほど重複しますが、その連携も含めた、まあ、いわば幹事長の通常の仕事、まあ、国体、国体委員長がいないわけですし、参院1、衆院1ということなんで、そちらの方の、まあ、院内の内部の話は、これはおそらく町、議員の在議士と議員にお任せするということになると思いますが、その周辺などの、まあ、いわば党の運営というところで、お手伝いできれば、このように考えています。以上です。はい、あとは私の方が補足いたしますと、今幹事の上杉が申し上げた通り、まあ、これだけの能力、そして、政界との、まあ、政界というんですかね、マスコミの皆さんや国会議員の方々との人脈があるということ、まあ、ここに至るまで、ですね、丸山議員以外の12名、残り11名、交渉というか、折衝につきましても、すべて上杉の
方に口にをしておりましたので、そういう、彼の能力、人脈を高く評価をし、幹事長に就任をさせました。幹事長として、うちの党に来ていただいた、こういうことでございます。他ございますでしょうか。じゃあ、先に、はい、どうぞ。マイク。北海道新聞の田島です。先ほどのお話の中で、候補者6人すでに決まっているということなんですけども、具体的にどの選挙区から出るのというのがもう決まっているんでしょうか。あと北海道からすでに擁立するような人がもし決まっているんでしたら教えていただけますでしょうか。はい。丸山議員も入れて実は7人なんですけども、北海道ブロックはいません。で、ちょっとまだこれは正式にどこかで発表をしようと思っているんですが、今正式に候補者が決まっているのは東京ブロック、北関東ブロック、南関東ブロック、で東海ブロック、九州ブロック、で四国ですね、全部6個足りなかった。東京、北関東、南関東、東海、九州、近畿で、中国ですね。この7つのブロックに関してはすでに比例名簿1位で立候補する人間が決まっております。よろしいでしょうか。はい、またそれぞれの会見がもし必要でしたらというか、具体的に衆議院の解散というようなところが見えてきましたら、それぞれの候補者、公認予定者ですね、公認者に記者会見をさせようと思っております。他にどうぞ。はい、富田ビジネス TBS の小林です。先ほど公認する権利は幹事長の上杉さんに一任という形だったと思うんですけれども、その具体的な理由を教えてください。はい、やはりまだまだ小さな政党でありますので、うちの党から出た公認が欲しいという人は、地方議員はもう今相当毎日何人も来ているので、ここは地方議員の中での多数決ということでいいんですけれども、やはり国会議員になる人に関してはこちら側からお願いをしないといけない。その時にいやちょっと党で決断をしてとか、当然ね、最終的な電話一本はもらうつもりですけれども、上杉に任せておいた方が、優秀な人材がそこで直ちに発掘できるのかということで幹事長に全て任していると、私の方は基本的には上杉が公認するものを否定することはほぼないという考え方であります。他にございますでしょうか。いいですか。どうぞ。はい、フジテレビの高橋と申します。上杉さんに一つ質問なんですが、NHK が国民を守る党に、他の党が描いている政策であるとか NHK に対する考え方というのは上杉さんは共有されているんでしょうか。はい、今藤田さんですね。NHK 問題といわゆる大きなものに関しては、実は立花さんとの出会いというのをちょっと話さなくてはいけないかなと思うんですが、もともとは私自身ジャーナリストとしてかなり初期の段階で NHK が政治との距離が近すぎるのではないか、特に政治部と、その国会、当時は郵政検診委員会だったんですが、検診族の距離が近すぎるのではないか、そこに健全性が生まれずにきちんとした報道ができないのではないかと、こういう問題提起をして、文藝春秋などで、何度も当時会長ですね、海老沢克爾会長、にインタビューをするなどして NHK 問題を取り組んできました。立花さんが今、基本的に言っているところは、私自身も全く共有しているスクランブル放送ということであります。これも私自身のテーマの中に入ってました。当時、この予算がですね、国会承認であるために、逆に NHK と、その国会の距離が近いことによって、いわば脅しの材料に使われている、あるいはちょっと人との人のつながり方が、不健全ではないかというのも、直前まで働いていたニューヨークタイムズ、あるいは BBC ですね、これが NHK が判としたものですが、その問題点を比較できる立場にあったので、これぐらいの形で健全な、いわゆる公共放送を作れるんじゃないかと、
こういうことで、その取材を取り組んできたわけです。そしてそれをやっている最中に、実は海老沢さんの当時会長の側近としていたのが立花さんで、まあ、いわば当時は、ジャーナリスト対、その NHK の中の、経理の、まあ、あまり細かく言いませんが、私の方からは、裏金担当も含めた、ど真ん中にいた立花さんが最初の出会い、これがもう17、18年前ですかね、56年前ですか、それぐらいになります。ですから私自身はその NHK に対する問題というのは、まあ、スクランブルは当然ですが、まあ、これは公共放送、つまり、見た人が払うという受益者負担は当然じゃないか。実際2000年代の、冒頭には、ね、BBC がですね、改革を行い、まあ、会長の辞任とかいろんなこともありましたが、いわゆるこの民営化に近い形で の、この改革というのが行われています。報道部門が確か公共放送で一部民営化したり、あるいはですね、国会の予算が通るというのは一緒なんですが、それにもかかわらずその NHK、BBC の方に政治の圧力がかからない仕組みを作り上げた。それを反としてもう一度 NHK を作り直せたらできるんじゃないか。でその先頭に立って今度逆の立場で活動してきたのが立花さんで、まあ、その後もね、ずっと自由報道協会で一緒にやっていただいたり、まあ、これはもう寄付も含めてですね、その後に3年前ですが東京都知事選に一緒に出て、これはまあ報道の部分でいうと放送のフェア、オープンなところにかけるんではないかということで、いろんな形で皆様の方にお願いをしたりと、まあ、こういうことをしてきました。ですから立花党首が考える NHK 改革というのは、まあ、言葉ではですね、ぶっ壊すと言ってるんですが、ぶっ壊すではなくて本来の NHK の姿に戻ってほしいと、まあ、こういうような NHK 愛に満ち溢れたものだと、こういうふうに判断しております。私自身も非常に NHK は好きです。立花さんほどではないですが、やはりあの健全な放送の一つであるし、この NHK が放送文化として本来の役割を果たすんだったら、もっとより良い日本社会もできるんじゃないかというところは、この考えを一致しております。立花さんの方法論は今は壊すですけど、私自身はそれとは違うアプローチでいろんな形で立花党首のこの方針、それから NHK を守る党の、皆さんの活動を支えていきたいと、こういうふうに思います。ちょっと補足ですけども、あの、まあ、2015年まで私 NHK におりまして、2005年ですね、7月まで NHK におりました。で上杉幹事長が文藝春秋に寄稿といいますかね、書いたものが NHK の報道局内に回りまして、今まさに上杉が申し上げたとおり政治部と NHK の距離が近いと彼は書いたんですね。ところが NHK の内部にはこれに対してものすごい逼迫が出まして、何を言ってるんだこいつだと、 NHK と政治の関係というのは一体なんだと、距離が近いんじゃない、もう一緒なんだと、これを NHK の理事がですね、はっきりと局内で言っていたのをすごく印象的に思っています。近いんじゃないんだ、一緒なんだ、何を間違ってるんだと、冗談のようなことを、まあ、あの真顔で言ってました。泥棒が NHK 職員が泥棒していることに僕は驚いたって言ったら、何言ってるんだ、泥棒が NHK 職員してるんだ、これを真顔でですね会議の場で言うわけですよ。もうそれを聞いて私は公共放送の仕事役割を NHK がしていないということで、あの誤解されやすいんですが、私は公共放送が必要ないとは一言も言ってないんですよ。 NHK が公共放送の仕事をしてないから NHK をぶっ壊すというスローガンを掲げているだけで、公共放送が必要ないなんて一度も言ったことがないのであって、でどうして受信料問題を専門にやってるかと言いますと、まあ、この時に NHK の内部の弁護士から立花さん、 NHK を攻撃するには、改革をやるにはこれは受信料しかありません、番組の内容は経営に対していろいろな攻撃をしてもとか反論してもですね、編集権の問題であるとかいろいろな、そこは NHK はもう得意な分野だ、しかし受信料に関しては隠すことができないから NHK の改革をしたいのならば受信料問題一点に絞ってやる方がいいということで、当時の、まあ、仲間であった NHK の顧問弁護士から言われたので受信料問題一点に絞って今ここまで来ましたけども、決して、私は受信料を払いたくない人を単純にお守りするということではなく、
公共放送が正しく機能する、いわゆる NHK がちゃんと公共放送の役割を使命、役割使命を果たしてもらうために、このようなスクランブル放送の実現を目指すという政党を立ち上げてここまで来たという次第でございますので、なんだろうな、まあ、ふざけてやってるとか、いろいろとまあ批判されておりますが、やはりこの日本国内において正しい公共放送ができるように、NHK に対して活動で、ね、愛情を注い、まあ、愛情をね、愛情を持って、叱りつけていくという思いで、この改革というか、この政治活動をさせていただいていますので、その点はもう、幹事長の上杉と昔からリンクをしているところですので、本日このように幹事長のポストについてもらったことについては、非常に良かったというふうに考えております。以上です。今日はいるだけでいいです。自信で。散々言ってます。いや、あのね、私なんかもよく、まあ、言われるのは、立花議員は NHK の受信料を、契約はするけど支払いという話で、決してこの N 国はその NHK を見たい人に対して見るなとか、NHK の受信料を払いたいという人に払うなって言ってるわけじゃないわけですよ。立花議員はそういう立場ですけど、そういう払ってる方の権利も見受けるのか、でも払いたくもないのに払わなきゃいけない今の診療制度っておかしくないですかって、その割に今少しお話になったように、じゃあ公共放送としての役割果たしてるかったら果たしてない、他の民放さんとかたくさん来てくださってますけど、同じようなドラマ作ったりやってる、で公共放送の方と他の民放さんやってないかったら災害放送とか同じようにやってるわけで、じゃあ何が違うんですか、払いたくないって人まで払ってですね、受信料を取って、やってる、しかもその回収も偉い民主を買っている、まあ、こんな状況に対してやっぱおかしいと言ってるわけで、決して今見たいと思ってる方に対して、払わないでくれというわけでもなく、払いたくない人に対してじゃあそれをきちんとスクランブルという形で見てる、払ってる人にもその不利にならないようにですね、きちんと分けた上で、そういう改革を NHK を変えるような一つの突破口として言っているということなんでですね、私なんかはいや NHK 見るときは見てますんでですね、払ってますし、ただまあ今話聞いて、いや集金人の話をねちゃんと聞いてみたいなと思って事務所来てもらったねと思いますし、最近思うのはよく考えたら事務所のテレビつけてないなと思ってですね、テレビあんま見ないんですよ、そもそもすいません、あのテレビの皆さんいっぱいいらっしゃる人なんですけど、あのネットで全部見れますんでですね、そういう意味ではそういう場合はテレビ自体もいらないんじゃないかな、でまあ、臨機応変には自身はやりますけれども、いずれにしてもうちの N 国としてはそういうスタンスなんで、 NHK をぶっ壊すで受信料を払わないんだみたいなイメージまでありますけど、実はそうじゃなくて NHK を見たい人の権利も含めて、見たくない人の権利も守って今のおかしな NHK を改革することがこの国の公共放送と国民のためになるんだという話だとご理解いただきたいというふうに私から言います。他にありますか。はい、どうぞ。安木の子です。はい、これまで政党5人になるのに今いろいろされてたと思うんですけれども、今回石崎徹さんの政党だったと思うんですけれども、どういう結果になったか教えていただけますか。はい、その件は交渉担当の幹事長の上杉の方から。はい、交渉事なんで、基本的には、中身についてはお話はできませんが、ただ、先ほど11時48分、今日の正午まで待つということだったので、11時48分に、向こうのちょっと連絡を取っている人間から、残念ながら今回はちょっともう間に合いませんということと、本人からの、打ち返し、返答はありませんという返事をいただきました。以上です。はい、もう補足いたしますと、この件、私は8月の1日まではあまり否定的というか、まあ、石崎議員が入党したいという前向きな気持ちがあるのであれば来ていただいてもいいかなぐらいの感じしか思ってなかったんですね。でただ、上杉の方から本人が相当精神的に参っているということを8月の2日だったと思います。聞きまして、私も心の病の経験がありますので、まあ、相当参っているのであればむしろおうちの党で、お越しいただいて精神的なケアをさせていただきたいかなというようなことで、8月の2日以降は
できれば入党していただけないかというようなところで前向きに受け入れる体制で臨んでまいりましたが、今日がちょっとデッドラインになりますので、デッドラインというのは当初税金を今年もらうためのデッドラインになります。ですからこの後は、次のお金の問題に関しては来年の1月1日ということになりますが、今のようにちょっとお金の問題というよりもですね、このままいくと自民党さんにね政党助成金が入るということになるんですよね。何か皆さんうちの党が金金金みたいなことを言いますけども、結局石崎さんがこのまま、自民党に残るといわゆる、新潟県支部の支部長は辞められたようですけども、自民党の衆議院議員ということで政党助成金のおそらく交付の申請はされるだろうと思いますので、そういう意味では石崎さんによって自民党はお金を得ているんだということで、これとは別にとにかくこの後石崎議員が衆議院議員として活動しづらいとかああいうようなことでうちの党に入りたいというような意向がございましたら、随時といいますか随時受付をしようというか入党いただく気持ちではおります。以上です。衆院なんで、ぜひ私の相談をさせていただきたいと思います。前向きに受け取ることは大事だと思います。どなたでも、それはね、来ていただけるこの NHK の会話について、賛成だということであれば受け入れるということですので、それでいいと思いますが、今回ね、自民党さん、本当これでいいかなというのはちょっと思いますね。コスト言うたら関西弁ですかね。コストですね。コスト、なんていうのかな、標準語でなんていうのかわからないですけど、あれが処分するって言って、卑怯っていうのがちょっと画面つそれも関西弁ですけど要は辞めさせてくれって新潟県には言ってて、党内で処分を待ってる状況で、この13日をどう考えても超えようと、してですね、自民党さんもやってるんじゃないかなと思いますし、この後どのように彼に対して処分されるのかっていうのは見ていきたいと思いますが、非常に彼に対して手を差し伸べるのかそうじゃないのかも曖昧なまま、先の臨時国会でも何の動きも、なかったわけですから、そうした意味で、私には何らかしらの動きを自民党さんもいろいろされた。すみません、繰り返していただいた。そういう意味ではですね、自民党さんもきっちりこれは対応いただけると思うので、それを受けて、おそらく石崎さんも判断されるんじゃないかというふうに思いますし、衆院側ですので、来られたときにはどなたであろうと。ですね、あと、補足で丸山議員がツイッターでもちょっとつぶやいていましたけども、冷静に考えていただきたいのは、丸山議員は犯罪や違法行為はしておりません。で、一方で石崎議員は今警察の取り調べに後ろ聴取に応じているやに聞いておりますし、もうすでに本人が暴言を吐いた、いわゆるパワハラをしたというようなことを認めている状態ですので、これも明らかに違法行為をしていることは事実ですから、本人も認めているわけですから、これに対してその議員辞職勧告が出なかったりとか、球団決議なぜ出さないんでしょうかね。これはもうぜひマスコミの皆さん、与野党に対して遅すぎるんじゃないの。しかもこの8月の13日が実施上のデッドラインである、政党助成金をですね、自民党さんが受け取るのかどうかについてもぜひこれは取材をして国民の皆さんに公開していただきたいと思います。以上です。他にどうぞ。はい、すみません、改めて土曜日の行われた総会でのことについて少し伺いたいですけれども、はい、その中で今後草野球チームや、ボウリング大会をやるというような話をいただきたんですけど、ちょっとこのことについて詳しく教えていただけますか。はい、ありがとうございます。ぼろぼろとしたあれなんですが、冒頭に僕はこの福利厚生っていうのを言っていました、総会のね。で、やっぱり今日から法人ですので、所属している議員や、職員、あるいは派遣会社から来ていただいている方にしっかりとした福利厚生を受けていただきたいというのがありますので、その一環として野球チームを作ったりボウリング大会をしたりといろんな福利厚生をやっていきたいということです。で、かつやはり国民の皆様とですね、
直接親睦を深めていくと、まあ、私の携帯番号を公開しているぐらいですので、あの国会議員 とか政治家と国民の距離が近くなるようにといいますか、あの当然身内だけの福利厚生もありますし、あの候補を兼ねた有権者の皆様、いわゆる国民の皆様との親睦を深めるための、まあ、そういう野球大会であるとかボウリング大会であるとか何らかの会をこれからも積極的に開催していきたいと、そういった思いで総会の方で、こういったことを決めさせていただきます。以上です。どうぞ。はい、追加で。はい、すいません、これまでも立花党首は YouTube で YouTuber としていろいろ活動されてたと思うんですけれども、今回参議院議員になられて、まあ、その動画の再生回数の変化ですとか、まあ、それによる広告収入がどの程度のもので、今後その広告収入はどういうふうに使っていくか、まあ、党のためですとか、どういうふうに使用しようと思われているか教えていただけますか。はい、送ってるんですか。本当に恐ろしいぐらいの YouTube の再生回数で、まあ、私個人政治家立花と立花だがシドル放送株式会社っていう会社と NHK から国民ホールというと、まあ、3つの、まあ、会計というか、ものがあります。で YouTube の広告収入は立花だがシドル放送株式会社という会社に入ります。まあ、これはずっとそういう形で、まあ、アメリカの航空社からお金をもらっているということで会社の売上という形で計上しておりまして、昨年ぐらいまではだいたい月に60万円ぐらいのペースで、昨年ちょっと正確じゃないですけど、まあ、1000万にはいってなかったと思います。で今年選挙に出る前までは1ヶ月150万円ぐらいでありましたが、当選してからは1日50万円ぐらいということですから、まあ、ざっくり計算するとやっぱり1億5000万ぐらい年間で入ってくるのかなと。まあ、これ当然下がる可能性もあるので、はっきりとは申し上げないんですが、まあ、政党助成金とほぼ同額ぐらいの YouTube での広告収入が見込まれると今そういう状況です。でもちろんこれは直ちにですね、何らかの方法でというか、僕はもう NHK に裁判されたから、まだ年間1000人ぐらいの方が NHK から訴えられてですね、まあ、時効5年という援用をしてですね、地上契約の場合は8万円ぐらい、衛星契約の場合は14万円ぐらいお支払いされてるんですけども、こういう裁判をされた方に、出演料という形で、いわゆる YouTube というのはあくまでも会社がやってます。でその会社に政治家立花隆が無料で出演するというそういう立て付けでやっていますので、もちろんだから他の政治家の方が NHK から立花隆ドル放送局で、YouTube に出演されたということについては一切否定をしません。だから、でその立花隆ドル放送局の会社ですね、会社に出演をしていただく、 NHK から訴えられて裁判負けた人の感想を聞くということで、まあ、それに対する出演料という形でも1人8万円ぐらいお支払いをしてですね、インタビュー協力者名みたいな形で出演料かな、ちょっとそういう形で還元をしていくか、そうすると、まあ、年間1000人で8万円とすると8000万円になりますので、ちょっと今リーガルチェックといいますか、それが、法律上問題ないのかというのは最終チェックをしているところでございますが、僕としてはもちろんいただいたお金っていうのは、これはやっぱり国会議員としての魅力によって増えた収入だと理解をしておりますので、それは NHK の被害者に還元できる方向で何とか使っていきたいと思っています。以上です。他にありますか。いいですか。あ、どうぞ。はい、フリーの堀田です。幹事長という職業は、まあ、職業かとても忙しいので、でなんか本職があるとかって言われたら、上杉さんね、それをもう捨てなきゃいけないぐらいだと思うんですけども、上杉さんの給料はどうなってますか、田島さん。あ、もういいですね。はい、すでに今日から契約書の判定をしまして、党の方から、あれ何料だったかな、
ちょっとごめんなさい、名目はちょっとごめんなさい、今周知してないんですけども、党の方から、コンサル料だ、ちょっとごめんなさい、僕金額の方しか覚えてないんですけど、リーガルチェックして合法的な形で、それ相応のお金をお支払いするということで、8月1日付で、契約が成立しておりますので、まあ、党のお金を使うということになります。というのは補足しますと、法人と法人の契約ということで最初申し上げたので、そのいくらになろうと私の給与、まあこれ経営なんで、まあ給与というか手当ですね、報酬、役員報酬並びに株主でもあるんで、会社の方の株主の配当は1円ももらえません。これに関しては、私個人は、ただ法人の方に入っているんですね。ごめんなさい、ちょっと誤解がある、会社とこっちは契約してるね。そうだから法人法人なんです。私個人のって今就職したん でこれに関しては、会社の方からの報酬なんで、これまでと同額なん でこの幹事長職に就くからということに関して、それが上に上がるかどうかっていうと、お支払いする部分に関しては、1円も上がらない、こういうことです。もう取締役総会を6月に開かれているので、弊社は株式会社の方ですから、変更はしなかった。だから、党の幹事長としてついているからお給料が出るんじゃなくて、党と、持っていらっしゃる会社との間で、契約を結んで、会社に対してお支払いをしている。そう、分かりやすく言うとですね、堀田さん、電通と自民党、まあ、これは売掛の契約で大体年間70億、自民党が払ってますよね。で、電通とか出しますね。いや、それから博報堂さんは、今、博報堂の方が、立憲民主党と契約してますが、やっぱり、10億ちょっとかな、まあ、こうなると大体ね、カチャカチャ止まるんですよ、皆さんね。それからもちろん、まあ、堀田さんの方には釈迦に説法になってしまうんですが、これはパッとだからちゃんと言った方がいいと思うんですが、それから選挙の時もそうですけど、国民民主党、あるいは、維新、これもちゃんと、国代理店が入って、そのような形でコンサル契約をしております。ですから分かりやすく言うと、弊社ノーボーダーの PR 部門と、NM 国さんがそのような形のコンサル契約をしたと、こういうことですね。まあ、だからそこの部分でリーガルチェックをきちんとしようということだったわけです。で、この派遣に関しては、形としての派遣ですが、これは例えば、自民党さんがまあ与党の時、まあ、今もそうですが、内閣府の広報官、あるいは、その中身にですね、ご存じのとおり電通の、社員の方がたくさん入ってますね、まあ、あのような形、あるいは東京都庁にもそうですが、そのような形で、まあ、代理店がそのように入っていくと、まあ、これは別に違法行為もなく、広く行われていることなんで、まあ、それと同じような座組で、今回この方で私が幹事として送られたと、ですから冒頭申し上げたように、少し幅広に仕事ができるというのは、例えばその各党の折衝やあるいはメディアの折衝なども含めて法人契約なので、例えば私や、党首の方にどうしてもこの件はちょっとトラブっちゃったけども、言いにくいなというときは会社の方に通していただくと、そちらの方で場合によっては窓口あるいは入り口というのも、設定することができると、まあ、こういうような形をとっています。でまた幹事長職に関して本職というのは、そのことだと思うんですが、本業は今一つ、もう一つ僧侶、を、今年の1月に得度しましてやっておりますので、まあ、今申し上げたようにお金の件に関しては基本的に私は受け取らないというふうに会社の方には言っております。まあ、ここは、社内の問題なので、立花投資とあるいは英国との話ではないんですが、これはまあ個人的な、理由で、一応ですね、まあ、仏の道の方に進んでいるという手前、そういう意味でお金でそういう判断をしないというふうに決めておりますので、まあ、そのような形です。そして幹事長職本当に忙しいです。まあ、多くの幹事長の方、今朝もちょっと幹事長経験者の方とお会いしていろんなアドバイスをいただきました。これは佐藤ですけど、もちろん、本当に忙しいんで、ぜひ、堀田さんもお手伝いください。よろしくお願いします。どうぞ。はい、私が来たというのは、要するに例えば二階さんにしろ馬場さんにしろ国会議員ですよね。国会議員でない、立花さんも純粋の民間人とおっしゃいましたよね。はい、ですから給料がどうなっているのかということをお伺いしました。それからですね、
幹事長というのはとても忙しいです。幹事長代行とか代理にですね、畠山さんを持ってきたらどうでしょうか。ごめんなさい、ちょっと人事について今あれなんですけど、お給料はね、僕も正直、どういう形でね、まあ、ノーボーダーですけどね、会社名とお契約したことは間違いなくて、まあ、それはもちろん金額についてもですね、公表をもちろんそんなの出るものなので、月今100万円からかな、1ヶ月100万円という形で、段階的に上げていくような形にはなっています。6年契約になっています。最高は多分500万ぐらいになってるかな、月、まあ、そういう形の契約になります。だからあとは、ノーボーダーから上杉隆個人がいくらもらうのか私も承知しておりませんし、承知できない立場にありますので、それはそれですね。で、幹事長ポストが忙しくなってくるということになれば、おそらく上杉の方から、補佐をつけてくれとか代行をつけてくれというような要望が来ると思いますので、まあ、それはその時に考えようかな。まあ、変に数が増えてくると逆にまた決定しづらい部分があろうかと思いますが、今のところは特段問題ないかなと思っています。まあ補足としましてね、僕は上杉君によく電話してたんですけど、まああんまりすぐ出ないんですよ。ただ最近はもう確実に出ますね。なんか他のことしてないってことですよ。いわゆる他の仕事をしてないっていうのもそこで明らかなので、まあ、僕の電話にも間違いなく出なくてもすぐに折り返しが来るということですね。まあ、これまではこの党の幹事長をやってもらうまでは電話しても何時間か後にしか折り返しがないことはよくありましたけれども、まあ、逆に言えば今党務の方に専念してくれていることがそれでも分かることかなと思っておりますので、まあそういう意味ではお金をね、ノーボーダーさんにお支払いしている分については十分以上のお金、金額以上の働きはしてくれているかなと。ただ冒頭先ほど申し上げた通り、本人から特に忙しいというようなことがなければ、幹事長代行を今つけようということはありません。どうぞ。はい、TBS の小林です。ちょっと細かいんですけれども、上杉さんが幹事長に就任されたのは10日の時点ということでよろしいんでしょうか。あともう一点なんですけれども、石崎議員に関しては今後も引き続き入党を呼びかけていくという位置づけでよろしいでしょうか。はい、1点目については8月の1日付で、まあ、実質上の幹事長というかこういう動きを始めてもらったのは当選をした翌日かな、実質上そういう形で話をしたのは。7月の22日に多分喫茶店で話したのが最初の委員会からのね。だからそういう動きをしてもらうということをお互いで合意したのが7月の22日ということになります。でその後どういうポストがいいのかということを、まあ、試行錯誤しながら8月の1日付で幹事長ということで、正式に就任をしていただいた、就任をさせました。まあ、それに対して党内の合意を得たのが、土曜日ですね、8月の9日でしたね、10日ですね、10日になります。で、もう一つ、まあ、石崎さんに関してはもう本当に本人が、まあ、全然ケロッとしているような状態であればね、僕もそれだったら別にとは受け入れるつもりはないんですけども、やっぱり豊田真由子さんが出てこられた時というか、しばらく国民の前から姿を消されてて、その後、まあ、メディアの前に姿を出されたというか、国民の前に姿を出された時に非常にお疲れだったと思います。見ててちょっと痛々しいなと。ああいうような状態であればですね、ちょっとやっぱさすがに僕はちょっとそういうのって放置できない性格なので、まあ、そういうような状況であれば入党しないかと、一緒にやろうよとお声掛けをしようと思ってますが、いやもう全然本人反省してないとか、実はケロッとしているような状況であれば、それはあえて救いの手を出す必要性はないという考えでありますので、ちょっと先方の状況次第ということで、うちの方は積極的にね、
あの入党してほしいということではないということです。代表さん、代表さん、当社は多分逆に変える方がまだ目立つますので注目を浴びるので、うん、そういうこともあり得ると思いますから、だから そもそもご本人とまだ連絡も、ね、代理の方しか取れませんので、あんま無理するのもあれでしょうし、マスコミの皆さんは、まあ、その辺が入ったらまた探してなくてですね、あの嬉しいかもしれませんけど、まあ、それはね、状況ですし、もう8月13という一回この期限、今日の日の期限をしてきましたので、まあ、これはおいおい、他の議員も含めておいおいだとか、私もいろんな議員声かけて言ってますので、ね、あの幹事長と山田代表、党首と徹底対策を組みながら一人一人増やしていく。まあ、ごめんなさい、そこをもう一つ僕の方から、おそらく石崎議員が本人この会見を見てくれてる可能性が極めて高いと思いますから、まあ、一度ね、あのお会いするっていう話も具体的な日取りまでは決まってなかったんですけども、地方で会いたいっていうのは向こうの方からの打診もありまして、一度お会いしてみたいなと思っています。僕よりも年が多分15歳ぐらい下なので、なんだろう、そうやっぱり悩んでる人間がいればしっかりと受け止めるだけの度量というか器は僕は備えていると思いますから、あの入党するしない関係なくですね、一度、まあ、メディアの皆さんシャットアウトしてお会いできる、できればいいかなとは思っています。以上です。どうぞ。はい、すいません、経済報道テレビの旧川と申しますが、2点あります。上杉さんが今後選挙に出られる可能性はあるんですかということと、あとその他の政策はネットによる直接民主制ということでしたが、これこう一人一票がどのように換算されるのかということはぜひお伺いしたいと思います。例えば子供はそれでも選挙できるのかとか、外国人はどうなのかということをお伺いできるのか。以上、私の方から、基本的に選挙に出る、予定はありません。私自身は特に今、国政について言ったんですが、特にこの幹事長職というので、先ほど、堀田さんの方からも民間じゃないかというご指摘もあったんですが、むしろ民間で良かったかなと思うんですね。というのも、大体この党務というのも、旧民主党の結党の前は新進党ですね、新進党の結党、あるいは旧民主党の結党、民主党、それから希望の党の結党の、まあ、事務局という形で、まあ、立ち合わせていただいたところで、大体党の、崩壊というか、まあ、その亀裂が入る大きなきっかけというのは、金と人事、特に人事なんですね。でこの公認権などは、これはこの行使をする方は外から見ていると権限を持って実力を持ってやっているように見えるんですが、実は大変な作業で、人の恨みを買う作業だと思います。まあ、そういう意味ではバッチ組が人の恨みを買うというのはあまりその党にとって良くないんじゃないか、あるいは決定した人間がそれによってその権力をですね、不正に使う、あるいはおごった形になってしまうというのを多々見てきておりますので、民間人でいるならばそこは超えられるかなと、こういうこともあって、国政の方で私が出るということはかえってこの職、今いただいているこの幹事長職に対してマイナスではないかと、まあ、こういうこともあるので、あらかじめ衆議院については出ないというふうに言っておいた方がいいかなと思います。また、地方の首長、これは過去2回出ております。2016年の東京都知事選、それから、今年4月の中央区長選、ともに多くの票をいただきまして、本当に自分の中では、非常に満足しているんですが、それはともに、これは鳩山事務所で働いている時から、亡くなった鳩山という代議士に言ってるんですが、私はバッジをつけるとしたら首長をやりたいと、でそれも自分のふるさとでやりたいと、当時は山中湖に住んでたこともあって山中湖村長選に出たいと、代議士に言いました。で今は、ふるさとである東京、そしてまた25年以上住んでる中央区、まあ、ここのふるさとを良くしたいということで首長への、意思というのはありますが、まあ、選挙は、ね、現実のものなので、少なくとも現職が出る選挙には出ないとずっと前から決めています。ですから都知事選も、増井さんが辞めたということで、出馬させていただきました。また今回は、
長く勤めた矢田義秀区長が中央区長選を辞めるということだったので、選挙に出させていただいたということで、はっきり申し上げると、首長の選挙とは別に国政に関しては、出る要請は一切ありません。こういうことです。で、はい、上杉幹事長の立候補に関しては、来年7月の東京都知選挙が控えておりますので、もし小池、都知事が再選の出馬されないということであれば、僕の方から上杉の方にはぜひ立候補するように強く要請するつもりではございます。そうでなければうちの党からは5人あるいは10人ぐらいの候補者をですね、また立てたいということで、党としては東京都知事選挙に対して非常にメディアの皆さんが関心がある。私も3年前から立候補させていただきましたので、何らかの挑戦というのはさせていただくつもりであります。で、2問目の直接民主主義に関しては、すでにちょっと喋ったことはあるんですが、ちょっと重複するかもしれませんが、有権者ということですので、お子様、いわゆる18歳未満の方や、外国籍の方にはご参加いただけないということになります。で、できるだけ早くですね、今支持政党なしさんのシステムを使って、テストというかパイロット運用はしたいと思っております。でこれはメールを使って登録をしますので、場合によっては子どもさんとか外国人の方も参加される可能性があります。ただこれはもうテストということですので、これがインターネットを使った直接民主主義だということをできるだけ早く体感していただくためのテストであります。で、本格運用は、日本を元気にする会さんが、利用していた業者を使う方向で今調整をしておりまして、こちらは免許証なりをですね、身元を確認をします。写真を撮って、今車のカーシェアさんとかね、タイムズカーシェアさんとかやられているような形で、必ず本人の確認をして、日本国籍の、日本国籍かどうかまでごめんなさい、ちょっと確認できないかもしれませんが、少なくとも年齢確認ですねをさせていただいて、1人必ず1票になるようにして、10万人の登録者を超えた時点で本格運用、こういうように今考えております。10万人まではひょっとしたら2つのシステムが共存するかもしれませんが、10万人を超えた段階で、私はその多数決の方に出た答えに決意を行使する。それまでは議決権の行使は基本いたしません。全会一致のものは賛成しますけどもね、全会一致じゃないものについては棄権をするということで進めさせていただきたいと思っています。いいですか、他ありますか。どうぞ。はい、そうです。スポーツ日本の安田と申します。昨日東京 MX のスタジオに訪れてましたけれども、その MX 側やマツコさん側から何かした反応があればちょっと教えていただけないでしょう。はい、しゃべろう。幹事長から知りませんと言ってますが、すべて幹事長経由の情報を来ております。で、彼はもともと MX で、レギュラー番組を持っておりましたので、その関係で、これ公表してますので、表立った、MX さんやマツコ・デラックさんや、彼かな、事務所からは回答は来ておりませんが、内部の情報は漏れ聞いております。で、マツコさん自身はもともと辞めたいというか、どこまで言っていいのか、ギャランティーの問題なのかちょっと分かりませんが、個人夢中は辞めたいという意向をそもそも持っておられたようで、それを今回の件をもとに実行するというような情報は裏からの情報では入っておりますが、直ちに辞めるということではないということですので、来週以降ですね、ちょっと麹町警察署の方にはご迷惑をおかけいたしますが、確実に私が毎週月曜日に5時になりましたら、MX さんの方にお邪魔をしてですね、やはり有権者に対してバカにする発言というのは公共の電波を使って行うべきものではないと思っています。ですからマツコ・デラックさんというよりも、やはり電波を利用されて、電波を使用している、東京 MX さんに対しての怒りというか、有権者を侮辱したことに対しては何らかのご説明あるいは謝罪というのを求めておりますので、
それが出てくるまで今のところ全く無視をするという状況のようですので、それまでは、有権者の皆さんと一緒にというかですね、抗議の意味を込めて毎週月曜日には ML さんの方に行きたいと思っております。以上です。どうぞ。その中身補足です。その MX さんの中身というよりもむしろそれは民放連も含めた皆さんにもちろん NHK ですよ、やはり、ぜひやっていただきたいのが、フェアでオープンなルールで報道してほしいと、まあ、これにつきます。私自身も、ね、20年間この問題について取り組んできました。いろいろ敵も作ってきましたし誤解も受けてきたんですが、何をやりたいかというと単純に、書かれたものあるいは報じられたものに反論権を与えてくださいと、あるいは番組の中の構成がオペード、つまり両方の意見を載せるような形、つまりマツコさんが立花さんの批判をするのは自由だと思うんです。どんどんやってほしい、それは私も個人的に。だけど立花さんもそれに対する反論権を行使する権利をきちんとフェアに与えるべきだと思うんですよ。でこれをずっと言ってきただけなんですね。ですから今回の事件というか、まあ、この騒動もそうなんですが簡単じゃないですか。単純にマツコさんが言ったら皆さんもそうですよね、言われたらそれに対して違うんだ、あるいはその通りだよというふうに言うようなことを党首の方に、今回党首ですよね、いろんな方も含めて与えるような番組作りをしたらどうですかと、まあ、これだけがお願いですね。というのもやはり皆さんもうね、この暑い中来られてきて、この現場に来ている方に私はあまり言いたくないんです。で現場だってみんな違いますから、上層部の方も含めてですね、もっと権限を持った方に言いたいのは、もう時代が変わったわけです。特に2016年のトランプ現象、それ以降変わりました。これ関係ないことのようですが大きな関係があるのは、私たちのノーボーダーニュース東京も当時トランプタワーの16階に行ってスティーブ・バノンの部屋に行ってずっと、そのラリーを見ていきました。ついてきて各州回って、でその時に感じたのが実は今回の立花さんの参院選なんです。これは何て言ったらいいでしょうね、ネットを通じた、保守革命というふうに続けたらいいかもしれませんが、いわゆる教義の、ディープステート、つまりスピノザの言ったような教義ではなくてもう少し広い陰謀論ではないディープステートに対する戦いというのがアメリカであったわけです。そのトランプ現象というのは、皆さんのような、MSM メインストリームメディアの人も含めて既存のいわゆる権利を行使する人たちへの一般大衆のいわゆる一揆、こういうのが3年前に起こっているわけですよ。それをぜひ認識してほしい。それはもう本当に世界が変わってます。トランプ現象の後にフィリピンではドゥテルテが大統領が誕生しました。そして今年になってイギリスではボリス・ジョンソンが誕生しました。皆同じ構図です。左ではなく保守の方からの革命というのが起こっている。しかも右も左もないんですよね。日本だったら例えば大きな大企業経団連だけではなくて連合などもそのディープステートに入っています。党もそうです。政党も自民党や公明党だけではなく共産党も社民党も立憲民主党もこれは実は大きな組織によった選挙をやっています。そういう選挙とは違うアプローチでやったのが立花隆で、私自身はそのトランプ現象の日本での発出というのをこの立花隆に見ている、まあ、そういうこともあって今回時代が変わったということで、もちろん私たちも変わりますが、メディアの皆さんもそのようなフェアなやり方、特に今回 MX さんですけど、 MX さんも私も5時に夢中に出させてもらって、その後に淳と高志の週刊リテラシーという帯の番組まで持たせてもらった、まあ、それはいいことだったと思うんです。あの精神をもう一回取り戻していただきたいと。ですからマツコさんも ねスポンサーとかいろいろあるけど、フェアに立花さんと対応すればいいんですよ。立花さんはっきり言ってめっちゃくちゃ正直な男ですから、これ別におべんちゃら言う必要ないですから。私は別にね、いつも意見が違うと意見が違うと言ってるんですが、私が会った今は政治家ですが、政治家の中では本当に驚くほど正直です。かつて使えた片山邦夫さんも正直すぎたところもありますが、多分それを超えるほどの正直さ、今やその正直が YouTube や SNS を含めてパワーになっている時代ですから、ぜひその正直さというものに対する武器を持ったこの NHK が国民を守る党というのが今後これで終わるわけじゃなくて時代の変わり目に来たんだということもメディアの皆さん、特にテレビ局の皆さんは認識してほしいなと。
というふうに思っております。上杉さんの話長い。一言だと、5時に夢中に立花投手を呼べということをお願いしますよというのを言いたいんですね。ぜひ記事に書いてみてください。どうぞ、はい、今の上杉さんのお話とか、まあ、立花投手のこう考えに表明してこう石崎議員以外にこう有投票をしたりとか交渉しているような国会議員というのは今のところいらっしゃるんでしょうか。はい、もちろん交渉中なので個別 の, あの人は言いませんが、各党います。それから無所属も含めて、で立花投手が冒頭12名ですか、特ダネで出したボードではなくて、それも含めて、多くの方に、交渉を進めています。で今日の段階で一応政党助成法の関係では終わりとなってますが、それでは関係なく次の臨時国会が来るまで、あるいは12月31日まで、さらにはその先も含めて、総選挙が来るまで含めて、普段に党勢拡大のために私自身が、まあ、多くの方に当たる、こういう役目で、注意を与えているということです。あ、ごめんなさい、補足でね、もう丸山議員に入党の時に公表していますけども、うちの党に入っていただければそのまま議員割の政党交付金、助成金ですね、そのまま議員の皆さんに支部の方に送りいたしますので、いわゆるうちの党としては入党いただいても、まあ、入ってくるお金が増えるので、その増えたお金はそのままその議員さんにお渡しをする、まあ、これはうちの党の売りかなと思っています。そのお金をできるだけ NHC の被害者に使ってほしいと、要は入っていただければ他の党からお金を引っ張ってこれるわけですね。で引っ張ってきたお金を先ほど申し上げたように NHK から裁判された方の救済に当てていくとか、撃退シールの発送とかね、政策に回していただくとか、まあ、夜中の11時までやっているコールセンターの運営をですね、もっと拡大していくとか、その NHK との契約状況をもっとね、データベース化していくとか、そういったところに使っていただければと思うので、まあ、積極的にこれからも入党したいという方とは、入党交渉といいますかね、まあ、語れば僕は本当に一つの草野球チームを、まあ、草野球チームか野球チームを作っている代表みたいなもんで、できるだけ多くの優秀な選手というかな、プレイヤーを集めていくのが僕の仕事、具体的なことをするのが上杉、こんな感じで今、役割分担していますけれども、できるだけね、メディアの皆さんを経由して、他の国会議員の方、もちろんこれからね、国会議員になりたいと思っている方もですね、ぜひともお気軽にお声掛けをいただければと思っております。以上です。いいですか？はい、どうぞ。はい。古いのもあったんですけど、橘さんに根本的なことをお伺いしたいんですけど、まあ、ある意味で、まあ、日本よりも進んでいるアメリカにおいて、公共放送というのは、まだ PM、あれ何 PBS ですね。PBS なの？事実上、機能してないです。で、私は、ベースに、まあ、デビューする前から、アメリカの三大ネットワーク、CNN が FOX ができる前から、ABC、NBC で働いていた。で、NBC は、NHK と提携してるんですよね。民間なんです。で、玉田町に NHK があった頃から、私はそこで仕事をしたことがありますけど、アメリカ、この、まあ、ある意味で日本から進んだアメリカにおいて、公共放送って何ですよね。あれ、PM もなんとかって今あるんですよ。PBS があるんですけど、受信料制度ではない。ネットになっちゃってますね。今これ見たんです。だからテレビ朝日はね、NET の時に、日本教育テレビ局の時には、ABC とやってた、アメリカブロードキャスティングコーポレーションみたいなカンパニーとね、で、NHK は NBC、TBS は CBS と提携していたわけです。だから、公共放送というのは何なんですよな。だから、その NHK をぶっ壊してもいいんですけど、日本で、
これだけ、まあ、民間放送とかもあって、まあ、新聞も読売をはじめとして読まれてるのもあるんですけど、公共放送というのは今必要だと思いますか？はい、もちろんですね、僕先ほど申し上げた通り公共放送って必要だと思っていますよ。だからこの公共放送の役割をしていないから問題が できれば公共放送は2つ作るべきだと僕は、これ持論ですけど、どこまでそれが活用できるかとか、2つ作って競わせないと、どちらかの公共放送と契約して受信料を払えばいい。であれば今のアメリカ大リーグ中継をしたりとか紅白歌合戦をしたり大河ドラマを作ったりっていう、ちょっとね僕 NHK の経理をしてたんで分かるんですが、公共放送の役割使命っていうのはやっぱり災害報道であったり教育番組であったり福祉番組、こういうところが基本なんですね。これだけやるんだったら年間ね500億もあれば十分できます。どんなにかかったとしても今の NHK の、お金の5分の1ぐらいできるんですよね。だから2つ作ればどちらかと契約すればいいっていうようなことをすればですね、ちょっとはマシになるのかな。ただそれは僕の持論というか理想的な、まあ、方法としてはそういう方法があるのかなと。っていうのはやっぱりネットの情報がここまで、いろんな情報が出てですね、国民の皆さん混乱されてると思うので、そんな中でここを見れば間違いないという情報はやっぱ僕は発信すべきだと思うんですよ。それが国営放送がいいのか公共放送がいいのかで、公共放送にするんだったら僕は2つ の法人を作ってですね、どちらかと契約すればいいと、テレビがあってもどちらかと契約をしなければいけないみたいなところまで持っていければいいとは思っているんですけども、やっぱりネットの時代だからこそ確かな情報っていうのは必要だと思っていますから、公共放送なのか国営放送1つなのか、公共放送ならば2つあった方がいいのかな。もちろん今のような高い受信料は絶対ダメですよ。年間2万7000円するような受信料じゃなくて、やっぱり生活に苦しい困窮しないで年間1000円とか2000円とか、どんなに高くても3000円ぐらいまで、そういう形のものを目指したいなとは、目指したいとかできればいいと思ってるんですが、もうそこに行くまでのもうあまりにもハードル高いので、とりあえずスクランブル放送の実現というようなことで今直近はやっていきたいと思っています。まあ、その点で言うとね、一個だけ、やっぱりBBC 型の、例えば公共放送と民間に一部分けて、そして民業を圧迫しないような軽量化した公共放送、必要な、ね、公共サービスだけに特化したようなものって多いんじゃないかと、これはもちろん私の持論でもあるんですけど、でもこういうふうにいろんな意見があるのを国会はこの意見の教室や議論を止めてきたんですよ。2009年に春口総務大臣ができたときには放送法ができて、そして IC フォーラムができて、多くの当事者たちが話したんですけど、片山総務大臣になったその当日ですよ、一挙にその会合を社内したで、また10年間この議論が止まってるわけですよ。ですからもう、今丸山議員もいるんで、ぜひこういうものを国会の場で話すような、そして日本につなげるような、形をこの、党はやっていくんじゃないかと。ちょっとまあとりあえず議論をする場自体になってない、もう完全に全て100の全ての国会議員会派が NHK の予算賛成っていうようになってるので、これがいいというふうに国会内ではなってるので、ちょっと議論できるような環境整備からスタートできればなと。他にございますでしょうか。はい、どうぞ。その総務委員会ごとはちょっとじゃあ順番にちょっといいです。じゃあさっきどうぞ。はいどうぞ。はいどうぞ。はい、サンケイスポーツもあります。立花さんに伺いたいんですけども、はい、まあ、先日ちょっと立花さんには今後 NHK 問題以外のことについても、いろんな問題についてこう議論を深めていかなければいけないかもしれないということをおっしゃってましたが、その後その辺についてはいかがでしょうか。党内の議論の方ですね。申し上げた通り、若干その渡辺芳美先生と合流というか会派を結成するにあたって、まあ、みんなの党のアジェンダを導入するべきなのかなという悩んだのが数日間はありましたけども、その方が僕は早いと思ってるんですけどね。NHK のスクランブル放送の実現が早いと思ったんですけども、やっぱりここはちょっと楽はしちゃいけないということで、直接民主主義っていうのを推し進めていけば、まあ、行くことに決定はしています。
党内では恐らくしています。だから個別具体的な議論議案についてというかね、政策について今語るということはしておりません。出てきた法案、上程されたものに対して、国民の皆さんに説明をするのが我々議員の仕事であって、最終的には国民の多数決に従う、まあ、議決権を行使するというところで決着はしております。どうぞ。基本的にはこのバッシングイッシュを全面政党政党ということでそうですね。だからシングルイシューといっても別に NHK の問題だけをやってるわけではなくて、もともと出発点はね、国民の多くが少なくても、まあ、富士山のアンケートでは51対37でスクランブル白なわけですよ。だから国民の多数決はスクランブル放送した方がいいっていうのが過半数なのに、国会に来ると100対0になるわけですよね。国会議員は 100% NHK のスクランブル放送反対してるわけですよ。この国民との差っていうのをね、埋めるべきだっていうのが あったんです。もともとの党としてのスタートは、なぜ国民が半分以上の国民が望んでいることを国会はやってくれないのか。だから NHK のスクランブル放送以外にもこういう問題ってあると思います。原発再稼働の問題とか消費税の増税の問題とか、国民の数字っていうんですかね、多数決の結果と国会の、まあ、賛否の数字がですね、乖離している問題がいっぱいあると思うんですね。で、乖離するのがまずいとは思ってないんですが、その乖離が激しければ激しいほど野党が、政権側はね、説明をするべきだと思う。どうして国民が例えば 60% の国民が望んでいるのに 40% の国民しか望んでないのに、その法案を成立させたのかについて、させたいのかについて与党側にあるいは政権側に説明をしてもらいたいということがあるので、直接民主主義というのが我々のワンイシューであって、その中に NHK のスクランブル放送が含まれているという考え方。ほか、もうちょっと、ことさん、どうぞ。はい。丸山さん、元気になりましたか？もう十分に。そうですか。はい、ありがとうございます。ことさん、すみません。それから、立花さん。はい。石崎徹の頭の中には、悩みというのは全然ないですから。私は、ずっと、彼がバッジをつけた時から取材してますけど、彼の頭の中には悩みという言葉はありませんから、騙されないようにしてください。保護者ね、人間で悩まない人って僕はいないと思いますよ。いるんですよ。もしそれがいるんだったら逆に会ってみたいですし、逆に付き合いたいですね。そういう生まれな人物っていうのは逆に吸収したいですので、悩まないのであればむしろ一緒にやりたいですね。別に騙されるとかそんなはないと思います。僕は騙されるなんて、騙される側が悪いと思ってるので、逆に本当に堀田さんがおっしゃるように悩まないような人物であればむしろ一緒にやってみたいですね。他ありますか。はい、東京総選小林です。ウェディ幹事は毎年15日は靖国神社に行かれていると思いますけど、15日皆様どうされるのかって言いました。私は出身が父母と九州で、親族含めて遺族会に入っております。で、ここが副会長、辻副会長時代から、99年ですね、ちょうど20年前から毎年、国には参拝をして、そしてそのまま取材をするということをやっておりますが、今年も一応その予定です。ただ今年になって、幹事就職を、今拝見をしてからですね、先ほどどうですか、全国追悼者支店から、の中出席依頼をいただいたので、そこに行ってから靖国に
ただ本来は、通勤者総代会も含めた、本来の英霊、のお参りの方は、秋と春、春と秋の周期、例大祭にしてくれと、春季周期を。ということもいただいているので、まあ、ちょっとこの立場が公的立場になっているので、そこは、ここの部分は、当時と話をしてから、判断をしたいと思います。そうです。私は行きますよ。行くべき時に行きますし、毎日春季、周期、例大祭は行きますが、815は行けるときと行けないとき、まあ、地元との関係もありますですね、予定次第で行きますが、私は明日、行くつもりですし、立花党首との話でも NHK 以外に関しては自分自身の会社というお約束ですから、ここについては党首とご相談するというよりは自分の意思で行くということです。私は8月15日が誕生日でありまして、誕生日でありまして、この日は公務を一切入れてないんですね。で過去に僕、靖国神社に行ったっていうのは、今年のお正月が初めてかな。当時の彼女というと、ちょっと語弊がありますけど、まあ、当時の彼女、当時の彼女が靖国が好きで、大晦日から一緒に行ってっていうのが初めてなんですが、まあ、今の彼女もちょっと靖国が好きで、多分普通に誕生日の日に一緒に靖国に行くことになるかなと思っています。で僕本当に靖国神社のことについての知識があまりにも乏しいので、むしろ言っていろいろと勉強してこようかな。ただこれがまあ高等の代表として、まあ、もちろん高等の代表として行くつもりは一切ないんですが、一個人立花隆として行くことがですね、まあ、行こうとはもちろん思っていますが、どのような影響を及ぼすのかがちょっと今わからないんです。ただ、行くつもりです。詩人として。それは勉強のためです。だから、いろいろとそこを、靖国神社というのがどういうものなのかっていうことを、再度勉強するために行くつもりですが、公人としてとか、公費を使って何かをするということではなくて、一個人の休日の誕生日の一日のデートとして行きたいなと。以上です。他にないですか。そろそろ終わりますか。まだ3時まであるので別に個別の対応はしますが場所はね、会場はいいですか。はい、じゃあすみません、お盆の暑い中、休みの中ありがとうございました。求めの一つお願いいたします。ありがとうございました。あ、なんか写真か。あ、そうや、ぶっ壊すのか。ぶっ壊すできるのでやりましょう。せっかくですからね。いや、もうせっかくやから、もう初じゃないですか。いや、こういうのもいいやけど。いいですね、いいですね。いや、これはこれとしていいから。僕はすげえ。いや、これはこれでいるんですよ。あかん、なんか手が小村返りしてる。やばい、ぶっ壊す。NHK を、ぶっ壊す。今のは50方ですか。いや、あのね、一昨日海水浴の影響だと思うんですけどNHK をぶっ壊す。向こうもやりましょうか。こっちか、どっち行きましょう。ちょっとこっち向けて、はい、NHK をぶっ壊す。すごいな、丸山議員が完璧なリズムやな。いやいやいや、 NHK をぶっ壊す。だったらこんな感じでいいですか。めっちゃ鏡の前で練習してやってますけど、あんまりだよな、こんなことなんだろう。この間やらなかった。でもここに置いておいた。不払いをして、ね、これから集金人と話をするということなので、不払いをしないと集金人来ないですからね。もうね、テレビごと捨てちゃおうかな。ああ、ワンセグでも行ってきますか。ああ、そうですか。携帯でも。はい。ということで、大丈夫ですか。はい。あ、昔さ、揉めていた、あの前田裕樹やってた病院のテレビ代はどうなの。いやいや、それも金払いですよ。裁判しないだから、ね、病院も各ベッドごとって、各部屋ごと、病室ごとですよ。はい。